娘の夢が届きそうな時、同じく父の夢も届きそうに。舞い上がれ。舞の体力は徐々にではあるが伸びてきたが、それでも足りない。だけど舞は諦めることはなく頑張り続けている。そんな舞の努力をなにわバードマンの仲間たちはちゃんと見てくれていた。大怪我をしたユラさんも舞を応援するため、まだ動くことも厳しいながらも来てくれる。舞はたくさんのいい仲間たちに恵まれています。第25話のお話は、いよいよ舞が操縦するスワン号のテスト飛行の日が間近に迫ってきた。機体の最終的な組み上げをするなにわバードマンの部員たち。ユラは舞に操縦桿の扱い、スワン号の操縦の仕方を教える。その操縦で舞の思うようにどこへでも飛んでいけるとパイロットの醍醐味を伝える。一方、舞の父、コウタはさらに工場を拡大し、株式会社岩倉を立ち上げる。舞はそんな岩倉家の近況を兄、ハルトに伝える。そしてスワン号のテスト飛行の日がやってくる。第25話はこのようなお話になるようです。舞は胸が高鳴るでしょうね。わずか2ヶ月とはいえ、そしてテスト飛行とはいえ、舞にとってはこのために頑張ってきたようなもの。テスト飛行の出来が悪すぎたら、本番はどうなるのかわからない。完璧ではないにしろ、それでもできる限り遠く長く飛ばなければいけないはず。舞の苦労が報われるのか、部員たちの努力が実るのか。本番につなげるために結果を残さなければ。舞はいよいよ空を舞うようです。そして父の夢が叶う段取りが整いつつあるようですね。飛行機の部品を作ること。会社を大きくして工場を大きくしていけば、いつか飛行機の部品の受注が取れるようになる。父、コウタの夢も近づいてきたようです。第24話では、スワン号の記録飛行まであと1ヶ月。舞は毎日トレーニングと減量に明け暮れる日々を送っている。食欲との戦いに苦戦する彼女ですが、目標体重まではあと少し。バンバのジャムも食べるのを我慢し、頑張った成果が出ています。しかし、目標体重まであと少しのところで体重が減らないのがダイエットの難しさ。ある程度体重が落ちると、急に減るのが止まってしまうというのはよく聞きます。食べたいものを我慢している前も、目標の少し手前で体重が落ちなくなってもどかしそう。まるで試合前のボクシング選手の減量ですね。減量はここからが大変なのかもしれません。小学校の頃は少し走っただけですぐに熱を出していた彼女。今は厳しいトレーニングや減量、アルバイトも当たり前にこなすようになっています。昔の彼女からは考えられないことですね。五島で過ごした日々のおかげで今の彼女がある。島の人たちも彼女が将来人力飛行機に乗って琵琶湖の上を飛ぶとは思ってもみなかったでしょう。ロードバイクで往復40キロの距離を大学に通っていた彼女は、大学も休みに入り追い込んだトレーニングをしています。急な坂道を自転車で全力で漕ぎ続ける。スワン号が新記録を出すには、
それぐらいの力が必要になる。考えただけでもゾッとするようなしんどさですね。スワン号のパイロットは思っていたよりも数倍の大変さです。努力を続ける彼女ですが、スワン号が新記録を達成するには、今の彼女の体力では無理がある。カリアさんの出した目標にはまだ程遠い。みんなの期待に応えられない自分。そんな自分が情けなくて、彼女は少し自信をなくし気味。ユラさんは1年間をかけてトレーニングしていました。彼女は小学生の頃から野球部で活躍できるくらいの運動神経の持ち主です。そんなユラさんはあんなことになってしまった。初心者の舞がたった2ヶ月で彼女の体力までになるには少し無理があるかもしれない。パイロットに立候補した舞のためスワン号を作り直しているなにわバードマンのメンバー。設計からやり直しスワン号を彼女の乗りやすいように改良してくれています。みんなの努力が自分のせいで台無しになってしまったら、そう考えると少し怖い気持ちにもなる。彼女は不安な気持ちを抱えて悩んでいるようです。カリアさんは舞の体力を考えてペダルの力を軽くしてくれるようですが、それによって彼女はスワン号を少し長く漕ぎ続けることになりそう。人力飛行機のパイロットとしてペダルを漕いだことがない人にはその大変さはわからないでしょうね。イカロスコンテストにパイロットとして出場した鶴田さんにはわかるはず。しかしカリアさんは舞の大変さを理解しているのでしょうか。自分ができる精一杯の努力を続けている彼女、心が折れてしまわないか心配です。そんな時、ユラさんが病院を退院し、サークルに戻ってきてくれ。トレーニングの成果が出ず、元気がない舞を心配して、琵琶湖に誘ってくれました。ユラさんは沈んだ顔をしている彼女を励ますつもりなのでしょう。パイロットにかかるプレッシャーは、ユラさんにはよくわかる。頑張り続けるだけでなく、たまには気分転換も必要です。琵琶湖は日本一大きな湖で、海のようですね。ユラさんも怪我さえしなければ、記録飛行に挑戦していた。1年間、そのためだけに頑張ってきた彼女は、とても残念でしょう。スワン号の記録飛行はみんなの夢であると同時に、でっかい飛行機を飛ばす彼女自身の夢でもあったのですから。でも彼女は今、舞に夢を託している。舞はユラさんにはつい弱音を吐いてしまいます。パイロットのプレッシャーに押しつぶされそうな舞。ユラさんは、悩むのは当たり前だと彼女に言いました。彼女は真剣に頑張っているからこそ悩んでいるのでしょう。それはユラさんもよくわかっている。岩倉にしかできひんことが行さんある。ユラさんの代わりのパイロットは前にしかできません。飛行機は向かい風を受けて高く飛ぶんや。なんだか後藤のバンバを思い出しました。ユラさんの言葉は彼女に響き、心を軽くしてくれたようですね。女性のパイロットのユラさんは、彼女の目標で心の支えでもある。ユラさんのおかげで彼女も元気を取り戻せてよかった。なにわバードマンのみんなも、舞に元気がないので、心配していたのですね。
琵琶湖から帰った彼女を温かく迎えてくれた彼ら。スワン号のために自分を追い込んで頑張る彼女の姿に感動しているのかも。舞と同級生の草壁は、彼女が授業中に居眠りするほど疲れているのも知っています。そんな姿を身近で見ている彼が、コックピットを彼女が楽になるよう改良しようと提案すると、藤谷も賛成してくれました。彼女の本気の頑張りを認めてくれ、みんながそれに応えてくれる。同じ夢を追いかけながら、仲間の結束も強くなっていきます。一時は悪化していたチームの雰囲気も、だんだん良くなっていますね。最高に仕上がったスワン号と、最高に仕上がった舞は、記録飛行で新記録を出すことができるのか。まずはテスト飛行が楽しみです。最後までご視聴いただきありがとうございました。